ローカル路線バス乗り継ぎ対決旅鬼ごっこ第8弾春休み首都圏決戦4月5日水18、25、21、54。水原ローカル路線バス乗り継ぎ対決旅鬼ごっこ第8弾春休み首都圏決戦田川陽介3勝松本敏夫4勝と負け越しているバス旅のプロ。排水の一戦、舞台は東京含む1都4県多くのバス路線ひしめくエリアで本気の鬼ごっこ勝つのは？ローカル路線バス乗り継ぎ対決旅路線バスで鬼ごっこ約8ヶ月ぶりに帰ってきた今回は、過去最大の県またぎ数関東の1都4県を舞台に路線バスを使って大人たちが、童心に帰りマジの鬼ごっこ対決これまでの戦績は7回戦って、EXILE 松本チームが4勝、田川チームが3勝全開、初の2連勝を勝ち取った松本、後がない田川。バス旅のプロの意地を見せられるのかスタートは、東京都葛飾区にある柴又帝釈天からスタート。なんと今回は各チェックポイントごとに県またぎがあり、四方八方予測不能な超難関ルート。地図や路線図でバスルートを読み解こうにも、何度も県境をまたぐため、今、何県にいるかわからなくなるほど大混乱。絶対に負けられない、バス旅のプロ田川は、芸能界で私が最強のバス旅ファンという遥かクリスティーンを招集この駅のバスは陣取りで乗っていたなど、過去の OA をくまなくチェック地図も読める遥かは、田川の幸運の女神となれるのか。一方、進化を続ける EXILE 松本。史上初の3連覇達成を目指し、今回も意外な助っ人を招集なんとグローブのマークパンサーがまさかの電撃参戦。90年代の小室哲也ブームのど真ん中にいた伝説のアーティストの登場に一同騒然そしてマドンナは人気女性芸人ニッチェの近藤が参戦。体力自慢に見えない近藤だが、歩くのには自信があり過去には5日間で100組歩いた経験も。目まぐるしく鬼と逃げ子が入れ替わる、最後まで目が離せない、追いつ追われつのデッドヒートそして、今回も、最後に思わぬ大どんでん返しが田川松本ともに絶対に負けられない戦い。果たして最後に勝つのはどっちだ？田川チーム田川陽介、はるかクリスティーン、チャンスをおしろ。松本チーム松本敏夫 EXILE、近藤久美子ニッチェ、マークパンサー。